こんにちは、シーバードです。今日はですね、スタジオに来てます。まあスタジオでやるほどのことではないんですけれども、弾いてみた動画の撮り方をですね、よく聞かれるので、今回それをご紹介したいと思います。僕はですね、いつも簡易セッティングでやっていて、全然難しくない撮り方をしているので、ぜひぜひですね、皆さん真似してください。そして、たくさんの弾いてみた動画を上げましょう。では早速見てみてください。ではざっと機材紹介します。まずエフェクター。マルチストンプですね。で、アイリグ。で、イヤホン。iPad で、スマホですね。動画はこれで撮ってます。音はですね、これで撮るんですけれども、ガレージバンドですね。使い方は後ほどやります。機材はもうこれだけですね。かなりシンプルな感じでいつも撮っております。つなげ方はですね、ギターからシールドが出てきてここに刺さって、で、マルチストンプからアイリグのここ、アイリグに刺さってます。ギターから来て、エフェクター通ってアイリグに刺さって、アイリグから iPad に刺さってますね。イヤホンジャックに刺さってます。で、イヤホンはですね、アイリグのイヤホンのところから出て、これを聞きながらガレージバンドで撮って、映像はこっちのスマホで撮るというふうな感じになりますね。もうこれだけのスペースでできますよ。ではガレージバンドの使い方ですね。まずガレージバンド開きます。で、プラス、ここにプラスマークあるんで、これですね。で、オーディオレコーダーで、ドンカマがついてるんで、ドンカマ消して、まず最初にやらなきゃいけないのが、このプラス、ここを押してですね、セクション8小節って出てるんですけど、これですね。これを自動にしなければいけないです。8小節しか曲を取り込めないので、まずここ自動。はい。自動にしました。で、曲を入れていきます。弾きたい曲を入れていくんですけれども、iPad に入ってないとダメですよ。入れれないですよ、ここに。まずですね、まあ自分の場合はここをちょっと大きめにしておきます。で、曲を入れなきゃいけないんですけれども、ここのくるっとなったマーク。くるっとなってるマークです。ここを押します。で、ミュージック。アーティスト。まあ、曲の選び方は自由なんですけれども、ここで H、ヒデですね。ヒデさん選んで、今回は、ちょっとレギュラーチューニングなので、レモネードアイスクリームにしましょうかね。これをドラッグしていきます。はい。もうこれで取り込めましたね。もうこれで、ここ再生押せば、このイヤホンから流れてきます。で、次、ギターを取るんですけれども、これを増やさなきゃいけないですね。トラックを増やさなきゃいけないので、まずここの、プラスボタン。プラスボタンで、内蔵のエフェクターを使う場合は、このアンプで、選んでいくことが可能です。で、内蔵のシミュレーターを使うと。で、内蔵のシミュレータープラスエフェクター。ここにエフェクト入ってるので、これ押して、例えば歪みを入れるとか、これをなしにするとか、ですね。で、クリーン。これをこう、クリーンを入れて、歪みを入れるとか、3つまでですね、つなげることが可能です。
ここを押すとアンプに戻ります。でアンプを選べますというふうになっておりますね。つまみはですね、わかりやすいのこれか、こうやって変えますね。こうやってくるくるくるっと回していきます。でギターをつなげる場合はここですね。これ重要です。このモニターをオンにしないとギターが入らないです。これでギターオンになります。こういう感じですね。僕の場合はですね、外部のエフェクターを使っているので、こっちでガレージバンドではプリアンプ使いません。まずプラスボタンを押して、そのままマイクですね、こんな感じです。でここをオンにしたらもう音が入ります。来てますね。音もイヤホンここから鳴ってます。もうレコーディング体制はもうこれだけです。ここで音を鳴らしながら、みたいな感じですね。で音はガレージバンドで iPad で撮りながら、映像はこれですね。これを同時に、まあ今外カメラになってますけど、これをインカメラにして、こういう状態ですね。でイヤホンはこんな感じで中から通して、でこれでレックを押して、あ、動画ですね、動画の撮影ボタンを押して、でこっちもオンにすると、というふうな感じですね。こうやって音と映像は別々に撮ってます。音と映像を別々に撮って、後からパソコンで重ねる感じですね。まあそのソフトはですね、僕はビデオスタジオっていうのと、あとムービーメーカー、この2つを使ってやっております。 iRig と iPad とスマホがあればもうすぐに聞いてみた動画始めれるので、ぜひぜひですね、皆さん試してみてください。という感じで、全然簡易セッティングというか簡単セッティングでいつもやっております。 iPad と iRig とスマホ、これあればすぐに撮れますので、皆さんぜひですね、弾いてみた動画チャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。また質問お待ちしております。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。